郷田一家は山口県下関市に本部を置く指定暴力団。構成員数は2020年末の時点で約50人。カゴトラ組の大歌手であった郷田光一が昭和23年頃に下関市を本拠地として郷田組を結成、これを直接の起源とする。昭和43年をもって郷田一家と名を変え、その後数代を経て行く過程で、 反目勢力との対立構想を繰り返しながら勢力を拡大していった。昭和62年に三中大高校鳥王校が5代目を襲名した後、山口県下の反目勢力を次々と九州、県全域を勢力範囲とするまでになった。福岡県北九州市にも勢力を持つ、ホラアサノスケが設立した。ホラアサノスケの長男、ホラトラノスケが、 カゴトラ組二代目を継いだ。昭和23年頃、郷田光一がカゴトラ組を引き継ぐ形で郷田組を設立した。郷田光一はカゴトラ組の代門を継いだが、恐れ多いとのことでカゴトラ組の加盟は継がなかった。昭和45年、郷田光一の提唱により、藩山口組同盟、関西20日会が結成された。加盟組織は郷田和也 大阪市の松田組、神戸市の田明会、姫路市の木下会、岡山市の浅野組、広島市の共生会、北九州市の工藤会など、昭和63年、西日本初科会が結成された。関西初科会とは違い、特に山口組を仮想的とするわけではなかった。西日本初科会の加盟団体は、唐津市の西部連合、下関市の郷田和也、 広島市の共生会、尾道市の共同会、笠岡市の浅野組、松山市の松山連合会、岡山市の木下会、徳島市の勝浦会、高松市の神話会、大阪市の並谷組だった。昭和50年に、郷田孝一が死去し、浜辺一郎が後を継ぐ。昭和58年、浜崎明が後を継ぐが、翌昭和59年に病死。翌昭和60年に、 川崎雄二が後を継いだが、彼も、翌昭和61年に、病死、と、郷大一家は相次いで総長を失った。翌昭和62年に、山中王公が後を継いで体制の立て直しに入る。平成4年7月27日、山口県公安委員会から指定暴力団に指定された。平成6年2月、郷大一家若頭、恩義官地が郷大一家六代目を継いだ。 五代目山口組、射程や玉穂佐、大石高尾が後見人となった。平成8年2月、四代目共生会、二代目共同会、三代目浅野組、六代目郷田和也、神話会は、神木会、五社会を結成した。早朝に官地の引退を受け、六代目大勢の最高幹部であった。 三加四代目小桜組の末広誠が2009年の9月に七代目を襲名。昭和60年の四代目、川崎雄二総長の襲名披露を、富士テレビが取材しており、同年7月に木曜ファミリーワイド座役ザとして放送された。同番組では、野坂昭雪が津川組組長、山中王光、小桜組組長などの組幹部へのインタビューを行う、一方、 指を詰めたり、ケーキを終えて出所するも間もなく死亡するなど、末端の組員の実情も取り上げられた。七代目合代一家の二次団体。ありがとうございます。